40代後半の女性ですね。私の属する組織では、メンバー上層部の一部が捏造体質、事故をよく見せたい人物であり、搾取する偽物がリーダーで周囲を操っています。最高責任者には私の意見が直接届く状況にはありません。どのように末端にいる私が真実や身の潔白を証明していけば、 いいのでしょうかってご質問ですね。えっと、まあ、あの、非常に大きな質問なんで、えー、簡単にお答えしてもご満足を得られないかもしれませんが、日本以外の他の国っていうのは全部こうなんですね。えー、熱造体質であり、えー、自分がだけよく見せたいし、作詞する偽物がリーダーとなると。それはなぜかと言いますと、 僕はいつも言うように、ギリシャ、あの古代ギリシャっていうのは、ソクラテス、プラトン、アルストテレスっていうような、もっと他にもいっぱいいるわけですけど、ものすごく文,文,文化っていうか文明が発達して、それで素晴らしい、まあえば国家を作ったわけですが、それでいながら奴隷が60から90%いたわけですね。この奴隷っていうのは市民なんです、一般的には市民。ですから100人いるうち、 まあ、60名とか70名が奴隷であって、この奴隷っていうのはもちろんものですから、まあ、叩いたり嘘ついたり殺したり何しても構わないわけですねで。そういう社会を運営、運用するための社会構造とか哲学とか倫理とか文学とか、そういうものが日本以外の中国から中東及びヨーロッパに至るところの文化なんですね。 今でもそうで、例えばアメリカを見ますと、形式上は平等なんですが、もうその収入とか社会構造とかそういう意味では、もう全然その平等とは言えない。それはその、結果的に平等となるように運用されてるんじゃなくて、スタート自身が嘘とかそういうのを交えて、機械的に機械が平等、チャンスが平等になってればいいという、そういう 思想ですから、人間、日本人が考える平等ではないわけですね。で、その文明っていうのは、日本の、これまでの日本の文明と非常に大きく違うもんですから、こういう疑問になるんですね。なんで、メンバーの上層部は捏造するのか、自己だけが良くなればいいと思ってるのか、偽のリーダーなのか、それがなぜメンバーの上層部にいるのかっていうのは、 誠に最もな疑問なんですが、これが日本以外の人間社会でまともだと言われている、うん、方法だということすそれで、じゃあ下にいる人はどう考えてるかっていうと、いつか自分も捏造体質になり、自分だけ良ければいいということになり、そして金持ちになりたいと思ってる。もしくは奴隷から出したいと思ってるわけですね。 ですから、まあ、全員が同じ穴の無事なと言ってもいいわけです。それの非常に典型的なものが、えー、ハーバード大学で非常に一時、好、え、評、ー、を博した、えー、さあ、これから正義の話しようという、あの先生。あの先生は最近でもなかなかいい活動をされてて、一応僕も、うん、そうは言いながら言っておられることをちゃんと学んだりはしてるんですけど、その、彼はヨーロッパ、 ヨーロッパ倫理の中心的な人なんですね。ですから日本人があれを聞くと感激するんですよ。NHK なんかもちろん、あの、うん、教授の講義を映したり、流したりして、それを見てみんなが僕によく言ってくるんですよ。あの先生は素晴らしい。じゃああの先生はなんで世界のほとんどの国を力でもってねじ伏せて、 もっと、もっと厳しく言えば、キリスト教の宣教師を送って、手名付けてから軍艦を送って、えー、っと、植民地にして、そこの人たちを軍、軍事力で、えー、両手首を切って仕事できないようにして、殺して奴隷貿易をして、ずっとそうやってきたと。そのやってることと、自分が言っている今、正義とか倫理っていうのが、本人はなぜ、 両親の葛飾を感じないんですかと。これは感じないんですね。なぜかっ言ったらそれが正当だと思ってるわけですね。つまり人を騙したり、自分だけ良くなったりするということが正当であると思ってるわけです。この、これが日本人の非常に大きな、多くの人たちの心理的負担になってるんですね。で、常に日本人は相手が言ってることが本当だと思ってるので、それからそのに人間っていうのはみんな、 心は優しくて誠実であり、恩義も感じてるっていうのを思ってるもんですから、えー、どうしてもそこが理解できないんですね。で、このご質問もそうなので、えー、当然なんです。というのは、日本には武士道っていうのがあるんですが、なんで武士道っていうのがあるかって言ったら、世の中の上に立つ人の場合は、何かそういう制約が置かなきゃいけないっていうのが日本の考え方なんで、それは武士道なわけですね。ですから武士は、例えば一応、一番簡単にわかるのは、 報酬としてお金をもらわない。米だけしかもらわない。お金には全く手をつけない。じゃあお金も必要な時があるから、それは米を売るか、それとも家族で内職するかっていうことになる。こういう社会を作れば、これは日本だけなんですけども、ちゃんとその、この人の言う正しいことっていうのは行われる。だから日本は正しいっていうことが行われた。その結果日本だけが世界で2000年間も同じ国だったり、 奴隷がいなかったり、まあ、その女性が虐げられなかったりしたわけですね。しかし、あのまあこの質問の中に、やりたい放題上の方がするのは泣いてる人が多いと書かれてますが、実は日本以外の国っていうのはほとんどの人が泣いてるんですよ。ほとんどの人が泣いてて、その泣いてるのを見ながら、自分だけは泣かない,い,い生活をしようと思って、 嘘800をつくっていうのがアメリカ、ヨーロッパ、中東、中国なんです。ですから彼らはある意味では気が楽なんですけど、日本人の場合は非常にそれが気が重たいわけですね。社会は本来こうあるべきだという状態ではないから。しかし、もうそれは日本は失ってしまったんですよね。この明治以来の170年間ぐらいの間に、いわゆる 全員が平等であるとか、全員のためとかいうのを失ってしまっているわけですね。でも僕なんかは一生懸命それの回復運動をやってるんですけど、まあ僕としては回復運動に今どおり勝ち目ないんだけど、一応私の信念に外れるから回復運動をしてるわけです。ですからこの人の気持ちと全く同じなんですよ、僕は。僕は全くこの人の気持ちと同じで、あの、ひどい話だなとは思ってるんだけど、 今の日本はこれを克服はできないって。できない。できない。ですから、あの、この人が幸福な人生を送りたい。この人の生きてる間にはできない。できないものはできないんですから仕方がない。自分が奴隷でいながら奴隷じゃない生活をしようと考えることはできないことなんです。奴隷という制度を覆すのも奴隷の場合できないんです。その場合は非常に長期間、200年とか300年かけて、 それずつ子孫のために変えていくことはできます。その間に必ずその人は殺されたり不利を受けたりしますね。そこでこの回避策っていうのはただ一つだけあるわけです。それはそう考える人たちのソサイエティで人生を送るってこと社会を変えることができません。なるほど。変えなきゃいけないということと現実に変わるってことは違います。 これが僕がいつも言ってる社会は自分ではない。社会というのは大きな歴史の流れとかそういうもの。ところが自分の心は、まあ、学問的に言えばあ、ミーム、つまり遺伝的、遺伝的な遺伝子っていうか、その心情的遺伝子っていうものは300年前にあるわけですよ。僕らの心は300年前なんです。だから、こう、日本人がみんな自分のことを一生懸命やり、嘘をつかず、 武士は武士らしく、えー、百姓は百姓らしくやるということが正しい社会だと思ってる節がある。だから会社の人が自分が得するようにやったり、嘘ついたり、隠したり、捏造したりするのが腹が立つんです。なんで腹が立つかっていうのは我々の古い日本文明の精神が腹を立たせちゃう。ですから、 もう一つの考え方、今の僕のやり方というか、腹は立つけども腹を立たない、立てないように自分の心を動かしておいて立ち向かうっていう方法がそうですね。その時は自分がいちいち腹立つったら自分の身が持ちませんから、腹立たないようにこっちに移してあるんですよ、僕なんかこっちに。それで、こっちに移しておいて相手と戦うっていう形か、それとも身も心もこっちに移してしまうっていうです。 普通の人は移さなければ多分やっていけません。まあ、あれですね。だから先生がおっしゃってるね、まあ、武士道とかでその300年前の日本人であればですね、あの、こういう葛藤っていうのはまあ、そもそも存在しなかったであろうと。えー、ただ、まあ、やっぱり、正義っていう、そのね、西洋的な正義ですよね。まあ、あの、サンデルさんもおっしゃってた。 あのね、正義とは何だかみたいなものが、もう日本人全員にそれは浸透してしまった以上ですね、その上に立つ人間っていうものの立場とか <laughs>、そういうものがさらに優先されるようなもう社会になってしまったと。で、そうすると、まあ、奴隷である人間がですね、奴隷制度を変えようとしたって、それはもう変わらないっていうような現実まで今なって以上ですね、 えーまあ、先生がおっしゃる通りですね、そのまあ、社会は自分ではないと。えー、もうまず変わらないということをこう前提に腹を立てずに、それでも、まあ、先生が今、えー、行われているですね、回復活動っていうのを、まあ、やられて、やられたらいいんじゃないかっていうお話ですからね。<laughs> 僕はね、僕はあのこの人と全く同じなんですけども、あこういうことがないような、えー、日本社会にしたい。 日本人がかつての日本人の心を持って幸福な人生を送れるようにしたいと思ってるんですよ。そう現実にやってきました。だけど僕のやり方はまだ甘いんです。私はちゃんと自分が避けるそこところを作っといて、で、この抜け殻みたいなところで戦ってるわけですよ。ところが本当に、これは僕は昔よく言ってたんです。本当に僕が戦ったら正面から。そしたらイエス・キリストになりますって僕言ってる。 うん、つまり3年で公式になりました。社会の歴史上の偉い人をずっと見ますと、その偉い人が本当に体を張った場合は、3年で殺されるんです。つまり、社会というものの大きなものに対して、イエス様が本当に正しかったっていうのは、もう2000年の歴史で証明されてるわけですよ。つまり誰もが2000年間持つような教えというものを言えないわけですから、 今の人なんかいくら頑張ったって本書いたら、本書いて教えを広めたって、まあせいぜい20年とか生きてる間なんですよ。ところが彼はあまりにも正しいこと言ったので、2000年間の間、と,とりあえず持ってるわけですね。今、少しはキリスト教徒が減ったと言えども、やっぱり持ってるわけですよ。それはあまりに社会と違ってくるので、自分が正しければ正しいよどとどんどん離れてくるので、特にヨーロッパ社会ではね。 ヨーロッパ社会では離れてくるので、それで殺されてしまう。だから僕は昔よく学生に言いましてね、うん、君の言うことはすごく正しいと僕思うと。僕は正しいと思うと。しかし、あなたなんで公式にならないのって言って、<laughs> あとすると、本当に正しかったらこれ、あの、社会の攻撃を受けて、あなたは殺されてるよと。だけど、今のところまだ殺されてないことを見ると、結構妥協してるにそういないねって言った記憶が随分あります。 学生はちょっと考えて、はい、あれそうだな。確かに、本当に正しいことを言ったら殺されるなら、自分が言ってる正しいってのは大したことないのかなと思う学生も結構いました。まあ一番いいのは、うんえー、今の会社とかそういうとこだと思うんですけど、そういうとこにいるときは長でもいいけど、それは蝉の抜け殻みたいなもんだと思って、いるってことです。うん。で、自分の本当の居場所、 っていうのを別に仲間か家庭か友人かなんかわかんないけどそういったもので作るように努力していくっていうのが人生には大切だと思います僕はあえて自分が十字架にかけられるような方に行かなくてもいいと思いますはいわかりましたありがとうございますシェアセスな時計ではメルマガを配信していますメルマガでは登録者限定の動画プレゼント YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックしてぜひご登録ください。